こんにちは、ネックス工業の千春です。日本が開発中の第6世代戦闘機が最先端技術を搭載し未来を一新する可能性を秘めているのをご存知でしょうか。日英伊の共同開発によるこの革新的な戦闘システムがどのような戦場を支配するのか、その秘密と世代を超えた空中戦の可能性に迫ります。動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。日英伊共同で第6世代戦闘機を開発。日本、イギリス、イタリアは手を取り合って次世代の脅威に対抗するための戦闘機の開発に乗り出しました。この戦闘機は中国やロシア、さらにはアメリカの最先端軍用機と競うことを目標にしています。日英伊の3国はグローバル戦闘航空プログラム GCAP を立ち上げ、2035年までにこの先進的な戦闘機を完成させるという野心的な計画を発表しました。将来アップデートを受ける F-35 や日英伊で現在開発中の第6世代戦闘機システムは無人戦闘機を指揮して戦う新世代の戦闘機です。日英伊は国際秩序を守るためにこの新型戦闘機が必要であると強調しています。2024年から開発がスタートし、約10年後には空を飛ぶこの新型戦闘機はイギリスのタイフーンや日本の F2 戦闘機の後継となる予定です。技術の粋を集めたこの機体は各国の技術力の高さを示す証となるでしょう。さらに興味深いのはこの取り組みがアメリカの影響力からの一定の独立を意味している点です。これまでの F-35 プログラムとは一線を画し、新たな方向性を模索しています。アメリカはこのプロジェクトを支持し、引き続き日本、イギリス、イタリアとの安全保障協力を強化していく姿勢を示しています。第6世代戦闘機とは、まず第6世代戦闘機とは何か、その基本から理解しましょう。この新世代の戦闘機はアメリカ空軍の次世代制空プログラム NGAD に触発され、テンペスト計画として知られるようになりました。しかしこの第6世代という言葉、実はまだ厳密な定義がありません。さらに BAE システムズによる仮想現実を駆使した画期的なコックピットはパイロットに対して速やかで直感的な情報処理を実現し、戦闘の効率を飛躍的に向上させることを約束します。一般的には人工知能の支援、ドローンの運用、進化したステルス機能、これらは現在の技術をさらに進化させたものです。テンペスト計画ではレオナルド社が先導して従来のものよりもはるかに進んだレーダーシステムを開発しています。これによりパイロットはより広範な情報を得て状況認識を格段に深めることが可能になるのです。また BAE システムズが開発中の仮想現実を活用した新しいコックピットはパイロットにより迅速かつ直感的な情報の把握を可能にし、戦闘の効率を大きく向上させます。そして戦闘のスタイルも変わり、かつてはドッグファイトと呼ばれる近距離格闘戦が一般的でした。しかし現在は遠距離からのミサイル戦闘が主流となり、ステルス性や情報の融合がより重要になっています。さらに第6世代戦闘機はドローンとの連携も特徴の一つです。これにより戦闘機のセンサー範囲が拡大し、パイロットの負担が軽減されます。また先進的なミサイル技術や情報共有の進展により、異なる世代の戦闘機が戦う場合、新世代の戦闘機の方が明らかに有利です。例えば
第5世代の戦闘機である F-22 は、古い世代の戦闘機との対戦で圧倒的な108-0の撃墜記録を持っています。つまり第6世代戦闘機は新しい時代の空中戦をリードする存在となることが期待できるでしょう。第6世代戦闘機を開発している国、現在世界各国から10カ国が第6世代戦闘機の開発に着手しています。まずフランス、ドイツ、スペインの3カ国は将来戦闘航空システム計画のもと、次世代の有人戦闘機、それをサポートする無人機やネットワーク技術を開発中です。2029年には新しい戦闘機の初飛行を目指しており、2035年までの完全稼働を目標にしています。日本、イギリス、イタリアは BAE システムズが主導するテンペストプロジェクトと日本の FX プログラムを融合させ、グローバル戦闘航空プログラムを進めています。2030年には初号機の製造を開始し、2035年には戦闘の最前線に立つ予定です。アメリカ空軍は F-22 の後継となる次世代航空支配計画において、有人戦闘機や新しいミサイルシステムの開発を進めています。アメリカ海軍も独自の次世代航空支配計画により、新たな第6世代戦闘機の開発に取り組んでおり、2030年代の運用開始を目指しています。ロシアではMiG-31 の後継となる MiG-41 が開発中です。これは第 5.5 世代あるいは第6世代の戦闘機になるとみられ、2025年の初飛行、2028年の運用開始を目指しています。中国もまた第5世代戦闘機 J-20 の成功を経て、次なるステップとして第6世代戦闘機の開発に着手しています。2035年までには新しい戦闘機を導入する計画とのこと。先進的なデザインである無尾翼機のコンセプトも公開されており、注目を集めています。インドでは現在第5世代戦闘機 AMCA を開発中で、その発展型には第6世代の技術を導入する予定です。しかし国内の産業基盤や技術力の問題から、その計画の実現性には疑問符がついています。各国の第4世代第5世代戦闘機保有数。第6世代戦闘機について語る上で、第4世代第5世代戦闘機の存在も欠かせません。各国の第4世代第5世代戦闘機保有数についても見ていきましょう。中国は第4世代および第5世代の戦闘機、具体的にはスホイ35、J10、J20 を急速に増やしています。その数は1270機、そのうち第5世代機は50機に上り、そして最新の第5世代戦闘機であるJ-31 の開発も進行中です。今後もその数は増加していくことが予想されます。ロシアは第4世代のスホイ35をはじめとする戦闘機の導入を進める一方で、第5世代機スホイ57の開発にも力を入れています。またスホイ57と共同する新型の大型攻撃用無人機オホートニクも開発中で、第4世代機の保有数は916機、そのうち第5世代機は1機です。アメリカは F-22 や F-35 などの第5世代戦闘機を世界に先駆けて開発と配備してきました。第4世代機の保有数は2246機、うち第5世代機は612機と他国を大きくリードしています。そして日本の第4世代機の保有数は318機、
第5世代機は27機です。これは他国と比べると少ないかもしれませんが、日本も次世代の戦闘機開発に向けて着実なステップを踏んでいると分かりますね。第6世代戦闘機を他国と共同開発する理由。2022年12月、日英伊の3国は第6世代戦闘機の共同開発に合意しました。各国の優れた技術を結集し、開発コストとリスクを分担するための戦略的な動きです。共同開発をすることにより、膨大な開発費用を節約し、各国の専門技術を生かすことができるのです。さらに、このプロジェクトは次世代の航空技術者を育成し、防衛生産・技術基盤を強化する機会が設けられています。そのため、インド太平洋地域やヨーロッパ地域の平和と安定に大きく貢献すると期待されています。この取り組みはアメリカを含む他の国々からも支持を受けているため、この共同開発は単なる戦闘機の製造を超え、国際的な連携と技術革新の象徴なのです。この壮大なプロジェクトには、三菱重工業、IHI、三菱電機といった日本を代表する企業が参画しています。これらの企業は政府と手を組み、この共同プロジェクトを主導しています。日英伊の3国はそれぞれが持つ独自の技術や知見を持ち寄り、次世代戦闘機の開発を通じてより安全な世界を目指しているのですね。日本の戦闘機開発の優位性。それでは、日本の技術力はどのように次世代戦闘機に貢献しているのでしょうか。日本の戦闘機開発には、軽量化、エンジン、レーダーといった3つの重要な要素があります。これらはすべて次世代の戦闘能力を高めるために極めて重要で、次世代戦闘機を世界トップクラスの性能に押し上げる可能性を秘めています。その可能性について詳しく見ていきましょう。まずは機体構造の軽量化からです。三菱重工業は戦闘機の重量削減に向けて、炭素繊維などの先進的な複合材を利用しています。これにより従来の金属製ボルトを大幅に減らし、約 30% の軽量化を実現しているんです。戦闘機の運動性能を大幅に向上させる大きなポイントですね。次にエンジンについてです。 IHI は15トン級の推力を持つ XF91 エンジンを開発しました。これは日本固有の技術力を象徴するものです。自国で製造されたエンジンを新型戦闘機に装備することは、国としての独立性と技術の高さを証明する行為となります。レーダー技術に関しても AI を搭載した高性能なレーダーが開発されており、それによって有人戦闘機と無人機の連携が実現されるでしょう。詳細情報はまだ公表されていませんが、日本の先進的なレーダー技術は次世代の戦闘機開発において必要不可欠な要素です。私は日本の第6世代戦闘機開発について、我が国にとって技術的な飛躍の機会であり、国際社会での影響力を拡大するチャンスだと思いました。このプロジェクトは将来の安全保障環境における日本の役割と責任を再定義する重要なステップと一歩となるでしょう。いかがでしたか？皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。この動画が気に入ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また X や LINE での発信も行っていますので、興味のある方は概要欄をご覧になってみてください。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。